みのチャンネルみのあです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はみのあ塾です。はい、ここに書いておきましたよ。30年間私は社長やってるんですけど、ずっと社員を見てきてですね、出世する人の特徴、はい、若い人はこれ気にしてください。もう本当にそうやって上司は見てるかもしれないし、まあ見てなくても実を言うと、その人がこういう動きをしていれば出世できるかもしれない。出世というのは課長になれる、部長になれるっていうのを出世、これだけじゃないですからね。例えばあいつは仕事ができるやつだよなって、うちの会社にも来てくんないかなっていう引き抜きがあったり、はい、はい、で、あとはじゃあちょっと一緒に独立してこういう仕事しないかっていう声掛けがあったり、もう結局は最初は皆さん平社員っていうところがスタートしますから、見習いみたいなところですよね。そこから数年後にどういう仕事をしてるかっていうので、ものすごく差ができる、そのトップの方を走る人たちの特徴というふうに捉えてください。一つ目、ですね、まあ、ちょっと簡単に言うとこうなんです。上下関係、はい、何それって思うと思うんですけど、ですね、部活をしてた人、中学高校と、これはものすごく分かってます、上下関係を、はい、意味わかるよね。もう部活で、はい、先輩に対してどうやって接しなきゃいけないかで、後輩に対してどうやって接しなきゃいけないかっていうのを、その時代から身についている人は社会人になるとやはりうまいです。だからよく就職の時もスポーツ関係の首相をやってたら有利だよとかね、はい、なんかそういう話を聞いたりするんだけど、これ本当にそうなんですよ。入社した時はもちろんペーペーですから、下から見たら全員が上ですよね。その時に上司に対してリスペクトをするっていう、その言動、発言とか動き、じゃあエレベーターに乗る時、お茶を出す気遣い、わかりますよね。こういうの全てです。全てに関してこの上下関係っていうのがうまく動ける人、回れる人っていうのは出世するっていうのは、これは必ずでしたね、うん、はい、で、2つ目、これができるかどうか、出世するやつはこれが絶対必要だった。結果出すのよ、やっぱり。出世するやつは、最初の平社員ですから、皆さん見習いなもんですから、そんなに高いハードルを仕事として上司は与えないでしょ、はい、でも低いハードルなんだけども、それを何らかクリアできる、一番最初にクリアできる、うん、こういう人がやっぱり出世します、うん、で、それをいつまで経ってもクリアできない、何らかの理由でクリアしない、もしくはそういうふうな口で無理だよって言ってしまう人、これはいつまで経っても出世はしない、うん、分かるね、はい、はい、ここいろんな表現の言い方があるんですけど、仕事として与えられた時に問題はどこにあるのかっていうのを自分から想像できたり考えられる人、うん、これが出世します。どういうことかっていうと、じゃあ、君たちグループみんなにこういう宿題をあげる、宿題っていうのは仕事ですよ、仕事、これをいつまでにこういうふうにやりなさいっていうふうに与えられた問題がものすごい難しかった、難しい時にいや俺たちじゃできないよって言ったり、なんであんな宿題出すのかなって上司にもなんか文句を言ったりっていう人はダメで、そうじゃなくて、なんでできないのかなって、そのできないのは自分の何が足りないのかな、じゃあその足りない部分を埋めるために何をしようってか自分から考えられる人は出世します。さあ、そしてなんて表現、なんて言ったらいいかな、私は社長業だったんで、一番下の平社員の方が直接私に言うってことは最後はなくなっちゃったんですけど、うん、私の社員がまだ20人ぐらいの時は直で私にみんな話ができる環境であった時に、思ったのはですね、あれやっていいですか、これやっていいですかっていうふうにやたら言ってくるやつが今では出世してました。ああ、あります。
まあ言い方を変えると町の仕事姿勢の人は出世しない、うん、そうじゃなくてやっぱりこっちの問題を自分から解こうとしてるんでしょうね、うん、いろんなアイデアが出てきてるんだと思うんですよ。でこれもやってみたい、あれもやってみたい、それもやってみたい、そのことに関して私が言われた時に、いやこれはやっちゃダメ、これやってみな、これやっていいよみたいな形で判断を私がするわけですけど、この判断をさせられる部下、いやこいつやたらやってくんなみたいな部下の方が出世してます。でなおかつ一つ言えるのは、私の概念を覆すさらに上の目標を言ってくるやつが出世します。例えば100やれよ、お前らはまだ新人だからじゃあ70でいいよ、70やれよ、70頑張れよ、70頑張れよ、あるやつはですね120にしたいんですけどこれやっていいですかって言ってくるやつがいるんですよ中に、うん、俺でも自分の経験で100しかやったことがないのにその上を行こうとしてるやつがいて、まんまと120やったやつが本当にいました。あ、それはもう今でも本当社長業やってますけど、うんうん、もう本当にあれでしょ、平社員から社長まで行っちゃったやつなんですけどね、そういうのがいましたね。自分、私の社長よりも上の数字を、上の目標、上の仕事を言ってくるやつ、やりたがるやつですね。まああと最後ですね、これちょっと全部に比例してるかもしれないけど、愚痴言わないやつ、文句言わないやつ、うん、否定語言わないやつ、いっぱい言葉ありますけど、これ全部した総括ですけど、悪い社員同士はつるみます本当に、なんだろう、本当に悪い社員同士、できない社員同士はつるんで、こちら社長の方に何も言ってこないです。悪口も言わないし、これやりたいあれやりたいももちろん言わないし、言ってこないです。とにかく言ってこないで、まあ夜飲んでるのかどうだかわかんないけど愚痴を言い合ってるのはつるみます。そこに属さないでもう一人でだんだんガンガンやっていけるやつっていうのは出世してました。今ちょっと5個これ書いてみたんですけど、これを持ち合わせてる人は本当に出世しました。これの反対のことを言うと、上司をリスペクトしてないやつは全然ダメ、これ生意気なやつっていうふうによく言われてました、ダメでした、いつまでたっても結果が出せない、宿題をクリアできない、問題クリアできないやつっていうのは出世を全くしません。で問題を自分から解くんではなくて、この問題をさらにですね人のせいにしてしまう、うん、こんなことできないや、もしくはあれがあるからできないやっていう物事の他のせいにしてしまうやつは絶対出世しませんでした。もう今ね、実を言うと話しながらあいつと顔が今出てきてる、そんな感じで今喋ってますよ、うんうん、で、あれやりたいこれやりたいそれやりたい、もちろんさっきはないって言いましたよね、できないやつはね。で愚痴ばっかり、これが全く反対にしてしまえば、一個でも当てはまったら出世できてない自分がいるというふうに皆さん思ってください、うん、また若い大学生の方たち、もうこれから就職しよう、これから夢希望があって就職しようなんていう方たちについてはですね、もうこれをびっちり自分で、心得て入社していただくと、会社は喜ぶんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はちょっと短かったんですけど、出世する今100人、私何人雇ったかな、全社員で多分辞めてったやつ入れたら500人ぐらい正社員いたのかな、うんうん、300どころじゃないですね、300から500ぐらいですかね、そういう人たちを全部顔を見て今思い浮かべながらですね、今日は話をしてみました。はい、またご視聴ください、ありがとうございます。